あの人は。移植はうまくいきましたか？ええ、執刀医がヤブ医者でどうなるか心配だったけど、なんとか。今は奥で眠っているわ。大丈夫、ももちゃんたちがついていてくれるから。そうですか、よかった。しばらくここで横になっていた方がいいわ。レプリケーター処置が終わったとは言っても体サイクルはまだ戻っていないから。はい、そうさせていただきます。あの、彼を助けてくれてありがとう。フェブ、大丈夫？ええ、大丈夫よ、シオン。なんともないわよ。あなた、シオンちゃんっていうの？うん。お姉ちゃんたち、あの緑の船でやってきたの？緑の船？うん。東の鍾乳洞の方に降りてきた、見たことのない綺麗な船。それに乗ってたんでしょ？まさか、エルザ？うん。僕たちと共にエルザがここに飛ばされていてもおかしくはない。調べてみる価値はありそうだね。まったく、余計なことをしてくれたものだ。こんなことでは僕の監督責任が問われるんだけどね。私が勝手にしたことです。あなたにご迷惑はかけません。そう願いたいものだね。君たち、そろそろ機関からの迎えが来る時間だ。すぐに出てってもらえるかな。君たちがいると何かとややこしくなりそうなんだね。彼のことは？悪いが、ここに放置させてもらうよ。敵兵を助けたと知れたら、こちらもただでは済まないからね。我々がいなくなったら好きにすればいい。わかりました、シオンちゃん。お船のこと教えてくれてありがとう。